発した言葉のエネルギーは自らに返ってくる。言葉が現象を生む。投げかけた言葉のその先を考えると、自分が発した言葉のエネルギーは自らが受けることになるというのが宇宙の原則のようです。想念と言葉と行為。心で思い、言葉で語り。 体でもって投げかけたすべてが自分に帰ってくる投げかけないものは帰らないということです現在の積み重ねが未来を作っていますそして私たちが生きているのは現在だけ今この瞬間投げかけたものが将来帰ってくるのだとしたら今 何を投げかけたらいいのか必然と分かってくるでしょうその投げかけるものが想念と言葉と行為中でも影響力が最大のものがどうも言葉であるらしいある時こんなメッセージが宇宙から届きました「言葉が現象を生み出す」 発した言葉が現象化すす。るというのです仮に私がありがとうを言い続けていくとしましょうするとありがとうと言いたくなるような状況が降ってくる。減少化するというのはそういうことです。宇宙に向けて発した言葉はその言葉をもう一度発したくなるような現象を起こします。言葉が 物を生み出す強力なエネルギーになるということです投げかけた言葉通りの環境にその後見舞われるのならもし恨み言葉を言い続けているとその通りに減少化してまた恨み言葉を言わざるを得ないような状況になるそれが宇宙の原則。 言葉に宿る神私たちが発する言葉には神が宿っています実践者であるためには最初に言葉ありき言葉があってそれがエネルギー化されて私の行為につながっているようです行動するのが実践者だと思いがちなのですがその行動を起こす前に 言葉が存在しますまず言葉を宇宙空間に投げかけるとそれが熟成されてエネルギーになるようですそれが人の体に溶け込んだ時に言葉の方向性に導かれ体はその方向に行動を起こします結果発した言葉通りの現象に 出会うのです。ということは、心を込めなくてもいいから、ありがとうをたくさん言っている人には、ありがとうを言いたくなるようなことが、次から次へと起きてくることになります。あまりにも面白い現象がたくさん出てくるので、今度は本当に心からありがとうを言い、自分も周りから ありがとうと言われるような行動をしたくなります。それがずっと繰り返し続くわけですから、そういう人たちはもうありがとうしか出てこないような人生を送ることになるというのがどうも真実らしい。言葉が減少化する。まさに言葉は神なりき。そしてはじめに言葉ありきなのです。